内に行く、鈴木優斗ラストバス、山田直樹、いや大外だ。この度湘南ベルマーレでは、サステナトレセンプロジェクトというものをスタートすることになりました。そういった我々のビジョンに共感していただいた茅ヶ崎市様と、持続可能な地域づくりに関する、連結協定というものを結ばせていただいたことになりました。ベルマーレさんを普段支えていただいているスポンサー企業の皆さん、そういった皆様のお力もお貸しいただきたいと思います。私たちの地域で持続可能な地域づくりをしている企業があるんだ、5年後10年後になるかもしれませんけれども、小学生が今度は自分がそういった持続可能な企業と一緒に仕事をしたい、勤めてみたい、そういうふうになっていただければ本当の意味で持続可能な地域ができるんじゃないでしょうか。
松木プレーオンです。引きつける福田翔が行く、うん、運んで山田直樹切り返す、そして右足振る、オープニングシュート、ベルマーレ、まあ、水を含んだ、まあ、採寸を撮影をしたピッチです。低くて速いボールを使います。体を預けて福田カウンターのチャンス、うん、ドリブルで運びながらサポートを見る、引きつけて自分で打ちに行く、自分が欲しいという、ね、タイミングで上がっていってますけど、はい、まあ、この辺りでも自分がいけるというふうにはもう判断してましたね。まあ、そこを見せながら最後自分で行ってフィニッシュ。大外に岡と森重が構えています。キックフェイントから荒木右足、うん、いやいや素晴らしいですね、いいシュートでしたね。池田正樹が準備してます。グランダー引く、まあ、でもうまく入れてるんじゃないですかね、試合にはね。はい、うん、いいタッチ。フリックしたボールがつながって荒木、中で松木、ニア入ってくる、そのボールを拾って左足打つ、ニアに飛び込んだ松木のフィニッシュ、これは手を引っ張ってしまいました。とこれはコントロールが流れました。運びながらサポートを待つ荒木、ルーズボールに中川行く、まあこれですね、まあいい対応でしたね。鈴木純之介選手20歳ですもんね。はい、森重フリックをして中村穂高、松木へ奪って逆サイドはスピードアップします。中で池田、ワイドに鈴木優斗、一緒に下がったのは田原積田、サポートから立ち足元、池田がえぐってクロス、もう一度タチ、ヘッドへ、タチから福田、このところしっかりとワンタッチで止めて、うん、まあ、いいクロスですけど、やっぱそういう形の方が比較的多いというです、ね、ことですね、はい、ちょっとこれは難しい後ろからのボールになりました。今日もね、森重選手、岡選手中心にやっぱ両サイドバックも、お、武器屋、前向きや、先ほどの武器屋の仕掛け、これもやっぱもうこうボールここの後に取りに来てるって分かったんで、自分の左手の感覚で、はい、こうから田原積田、つながった中川、荒木サポートを待ちながら自分で行く、荒木キープ、スルーパス、中川へつながった、フィニッシュ。まあただでもあの2人でのこの素晴らしいですよ。つながった福田、いや、いい池田スルーパス、鈴木優斗ラストパス、いや、得点取り消し、
足元、池田も反転で左足のシュート、田中聡一つ飛ばした、引きつけて小野瀬、柔らかいボールこぼれてきました。オフサイドフラッグ、山田直樹でしたがフラッグアップ。まあ、見えてましたけどね、山田選手からしたらね、キーパーも見えた中でのあそこを狙ってシュートだったんで。小野瀬は逆サイドへ、おっと拾って池田、ルキアン引きつける、前が空きます、ミドルシュートに行く、正面中川からこう落下地点を読んで長友、折り返しにつながる、いや松木へのパス少し流れましたが、いい折り返し、上がってきましたねここぞとばかり。鈴木優斗顔を出して、田中聡から池田へ奪い返す、鈴木優斗横パス、足元を収めて山田直樹、いや狭いところをつないできます、山田大外だ、うん、超えてない、ラインは超えていません、拾ってルキアン、こぼれた、うん、これも野沢ブロック、すごいです。リーグ戦初先発の山田直樹、小野瀬顔を出して福田翔、ミドルレンジだ、打つ、あそこぐらいのとこからね、アップの時結構いいシュート決めてたんですよ、だから打ちたかったんですけど、はい、ルキアンからすれば下がりそうです。素晴らしい、その中川に対してしっかりとブロックをします、柔らかいボールで抜け、大外、小野瀬、田中聡、足元、池田正樹、ミドルシュート、直樹下がります、したがって小野瀬が少し内側にポジションも修正します、怪我から戻ってきました畑、シンプルな折り返してルキアンへ、鈴木優斗、鈴木アクション、その前に徳本、中村穂高、安西、中村折り返し、ディエゴの後ろだ、徳本左足かばって入ってすぐのプレーです、ファーストプレーが先制ゴールになりました、徳本決めながらチャンスがあればっていう形ですね。そうですね、強いですね中村選手、石井、福田へ、いやらしいところ出しましたけどね、はい、田中聡、畑、試合終了、負けてるんで、まあ、そこにフォーカスしないといけないし、こんだけ攻撃陣
僕含めて得点のチャンスがあったんで、僕たちが1点でも2点でも決めきってたらっていう部分もあったんで、そこはしっかり反省して、まっすぐ白尾君でそこに向けてやっていきたいです。まあ本当にもどかしい時期を過ごしていると思うし、まあ僕たちも勝つために必死にやってるんで、まあそれの後押しを本当に続けてほしいなと思いますし、僕たちは目の前の試合に向けて戦うだけなんで、また応援よろしくお願いします。まあ、正直こう僕の中でここに間に合うか結構微妙なところだったので、メイカルですごいケアをたくさんしてくれた島田さんと小西の村上堂さんの小西さんにはまず感謝して、今日の試合は臨もうと決めてました。今はこうなかなかの期待に沿うような活躍をこうチームに全てしてできてないんですけど、まあ、僕らはこうした向き合いともいかないので、まあ、ここから残り半分ですけど、しっかりもっと勝ち点を積み上げられるように、まあ、頑張るのは当たり前なんですけど、頑張っていかないと、サポーターの方々も応援していただけると僕らの力になります。よろしくお願いします。まあ、VAR の判定もありましたけど、自分が決めないといけないと思いますし、すごく悔しいです。クロスもあと1個ボールが合えばっていうところなので、まあ、続けてやっていくしかないですし、まあ、何としても自分が決めて勝ちたいので、まあ、ちょっとショックですけど、まあ、切り替えてやっていくしかないですし、絶対決めれるように全力で頑張ります。まあ、もちろん課題みたいな試合いっぱいたくさんあるし、個人的に振り返ってもやっぱりいろいろ課題今日もあったし、でもやっぱりチームとして今日相手に対して狙っていたことっていうのがかなりやれてたし、まあ、当然チャンスもかなり作ってましたし、まあ、あと一歩っていうところまでやっぱり迫ってたんで、なんで勝ちがこぼれてこないんだろうっていうような気持ちですかね。いや本当もう申し訳ないです。毎回毎回すごい気持ちは伝わってますし、サポーターの皆さんも、まあ、だから本当にみんなと早く喜び合いたいし、もっと喜び合いたいんですけど、はい、もう喜び合うためにもう次に向かいます。